晴れてないのがなかなか厳しい打ち方をされてます。でこんな形になった時に白今ここ覗いた時に黒継がれましたよね。で次白ここにやられると困るから守ったんですよ。この守った時に黒ここに守る意味あんまりないです。今ここに守られて白こっちの大場に行けたんですけれども、そうですね、ここは出ても別にればいい、ね、この一目取られる、やればいい、はい、まあ、実際は取れないんですけど、ですからここの次でこっち側とか、はい、あるいはこっちの何か攻めるとか、ね、1点打ててたんですが、つなぐとここに打たれるとだいぶ違いますので、はい、この次だけちょっと白のこの白はここ打たないといけない、守った手に対して守り返しちゃってますので、はい、守らなくてもいい場所でしたから、よかったですね、はいはい、ですから皆さんが本当にプロとかと打たれるときに相手の打ってきた手が攻めてる手か守る手かの判断だけしてもらうと手を抜けるようになると思うんですよ。今白はこれ攻める手ではなくて守る手です。逆にこういうような手というのはこの黒攻めに来てる手ですので、あんまり手を抜くのは後が苦しくなる。でこう打たれました。で白がまだこれ攻める手です。でこれ守りました。でこの手というのはもう黒さんが攻めようとしても守って頭出して逃げてったから、まあ自分の方も弱いので守るかな、これだけは守る手なんです。でその時に心の中そうです、そこから何かやって、はい、やれたはずなんです。この守った手に対してまた守っちゃってますの で、はい、そうそう、この羽がもう返す返すも大きいですね、はい、あとここがちょっとこれが残っちゃったことによって、はい、地合いが少し白にやられましたけれども、それで空になりましたからね、はい、ここが本当はもっとここできてる場所でしたもんね、はい、この手だけですね、この子は。分かりました、ありがとうございました。その手だけだった、あとは良かったんだって。一手で大変な差になりますからね、はい、開けるぞ。そうですね、あの一目がもういらないよ、取れもしないんですけども、はい、ですから皆さんがあの指導後で勝つには、この手をついていかないといけないか、手抜いていいかの判断ですから、ですからこのところを取ってるとついていっちゃう後になりますので、白が守った手だなと感じたときには、次の場所に黒が遂行できるんですけれども。ここでお付き合いしていくと、いいとこ全部後ろに打たれてしまいますので、相手が攻めてきてるってか守ったってかなっていう少し判断されるとちょっといいことになると思います。映像さん、はい、お疲れ様でした。もうやめて、はい、ご感想。え、ご感想。ご感想。残念。残念。